はあのマクロ、マイクロ、マクロっていうアプローチするので、マクロは大きい、でマイクロは小さい、でマクロは大きい。だからもう最初のステップは大雑把に、これ何回ページめくるんだろうとか、あのこういう風に開けた時にふにゃーんってならないようにも、わかるわかる、折り目をちゃんと、ね、僕のやトランスレーターですね、こういうクリックスを作って、まずそこから始まって、あとは何楽章あるのかなとか、曲何小節あるのかなとか、そういうの、あと楽器がどれぐらいあるのかなとか、もう本当に大きいピクチャーで、で大体見ながら、あこれはソナタ形式なのかなとか、ロンドなのかなとか、そういうのをまず大きいところで、テーマとか第1テーマ、第2テーマ、どれぐらいでこんな感じかなっていうのを大きいところを見て、でその後にマイクロ、もう、ま、あのマイクロスコピックになって、一つずつの楽器を、まあ、僕は歌うので、ね、ピアノ上手じゃないから歌って、全部その気持ちになる。フルート3番どれくらい休んでまた演奏するんだろうとか、この人多分9必要だなとか、だからその人のその演奏家のその楽器の心境になる。ニューフォニアの2番は78小節休んでから演奏するんだなっていう時は、多分78まで数えるの面倒くさいじゃない、だからちょっと助けてあげなきゃいけないっていう、そういう一人ずつ、だからそこのマイクロの時間はすっごい時間かかる。なぜかというと、一つずつの楽器を一つずつ全部やるから。でもそれを やっていくことによってかなりスコアを覚えるんだよね、自分は。で歌うから、そのハーモニーを歌うことが多いじゃない。メロディーやってるのはさ5人ぐらいいてさ、あとのさ20人の楽器たちはさハーモニーやってるから、それで大体心のハーモニー感覚が分かってくる。でそれでまあアナリーゼにもなるし、全部の一拍ずつアナリーゼするかって言ったらしない。どちらかというと大きい動きがあるところにアナリーゼして、それでこうやって動き、あの音楽の方向性を持っていく、大きくね、その楽器。それでまた マクロに戻って、大きいピクチャーはじゃあこの全体的にどこが曲の頂点だったりとかっていうのを、自分なりの頂点を見つけたり、じゃあここに向かっていくためにはどういう段階があってここに向かっていくんだろう。で全部の曲に大体一つの頂点は僕見つけるわけよ、その自分の心の中で。でそれをやっていくうちに、その、まあ、マイクロの曲もそうなんだけど、何のリハーサルで必要なのかなっていうのが分かってくるわけよ。あ、ここのハーモニー難しいよ、ここをチューニングしないと絶対ダメだなとか、このリズムすごい難しいからここは注目しとかない、注意しとかなきゃなとか、あとはここの方にフレーズを持っていきたいから、スラ作曲家はスラをこういうふうに書いたんだけど、でも本当はメロディーはこのスラを超えてから、超えて以上のメロディーなんだなっていう時は、やっぱり自分が言わないと勝手にやってくるね。だから彼らたちとか彼女たちが、演奏家たちが楽譜を見て、自分のパートだけ見て、わからないところをリハーサルする、うん、それを細かく書いてる。で、僕がもう少しもっと若い時に指揮始めた頃は、全部のページに言葉書いてた。何らかの、あのアジェクティブで、あのディスクリプションの言葉、そのここは暖かい、ここは怖い、次のページここは黄色みたいな、ここはお花な感じ、ここは太陽で、なんでそういう風に書いてたかっていうと、直感的な言葉でリハーサルの時に、あ、僕のイメージをすぐに伝えたい時に言葉の助けがあると、僕はすごいそれに助かったので、ね、やっぱたくさんの人の前にいるとリハーサルする時にやっぱり緊張するわけじゃない。そうすると本当はこう言いたかったのにっていうのが落ちなわけじゃない。あー、あれ言いたかったのに言うの忘れちゃったよ。でも書いとけばさ、別に、このページは、あ、そうだ、まるで猫が歩いてる感じのソフトなステップでいきましょうとかさ、そういう僕しか分からないような言葉をいっぱい書いてる。今でも結構書いてる。そうするとリハーサルにはすごく使えるのと、あとそのマクロの最後のところで、僕スピードリーディングする人だから、スピードリーディングって、そういうプロフェッショナルがいるんだけど、速読ね、そう、ハリーポッターをさ1分で読めるみたいな。でもすんごいのよね。でこのスピードリーディングをどうしてるかというと、こういうふうにこう、あ、こういうふうに楽譜があって、このペースで勉強するんだよ。でこのペースで何をしてるかっていうと、もうシャッシャッシャッって何を把握して
何をインプットできるかっていうのを脳に覚えさせるわけよね。でこれは多分200回ぐらいやってると思う、うん、あのもうなんか暇な時休憩する時もでこれやってるうちにあ次のページあの赤ペンがある次のページ緑のペンがある次のページプラネットがある次のページトランペットがある次のページそうするとだんだん振っていくうちに見なくて済むわけだからずっとオーケストラ見てられるわけ一瞬だけ指揮者って楽譜がスコアが目の前にあるとどうしても見ちゃうんだよね見なくてもいいのにそうね、うん、だけど頭の中でこの写真が残ってればシャッ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 って何百回もやってればさそれは覚えていくわけだから例えば自分が家から駅に行くとき大体の風景覚えてるでしょ何十回も何百回もやってるからあそこのコンビニに行けばあの電信柱があるってさそれと一緒でスコアも何百回も脳に入れていくと見なくても分かるで自分のマーキングが入ってるからもっと思い出せるとかコーヒーをちょっとこぼしちゃった時あ次のページ左右のあのクライネットの横にコーヒーのマークがあるっていうのすっごい思い出すよね振ってて分かるよねあるある、うん、それが僕流とりあえず、うん、もっとあるけど短くしてそんな感じこれは何だろうなまあまず楽譜が届きました袋を開けますチラッとチラッチラッとこうやって見てすごい変拍子の曲とかだったら一回封筒にこうやって戻す分かるジョン・マッキーの座ってきたらもうそのまま閉めちゃうからね一回戻してこうやって一回そうまあそうそうそうすごい仕事が来たぞみたいなあのでまあ僕はそうですね最初は多分慶太郎と一緒だと思う本当にあのめくるあの大きなところを見るで大体何ページにこういうことが書いてあるってそれ繰り返したら覚えてくるんだよね30何ページに第二楽章に行くとか、うん、でそういうことをなんかこう大まかにここに大体こういうことが書いてあるよなっていうのをまあ入ってきたらじゃあハーモニーがどうなってるんだろうとかってまあそれこそもうこっからが地道な作業でピアノで叩いてしかも吹奏楽なんかさっきも喋ってたんだけどもう楽器多い段数多いそれでインベーインエスとか要するに胃腸楽器とか、うん、そうがあるじゃないだからピアノで音をこうハーモニー確かめても小指 S 管で弾いてなんかここはでも米管読みしてこっちは米管読みしてあこれは杖でいいんだみたいななんかもう本当にそういう時間がオーケストラをやるよりも本当に3倍も4倍も時間かかりながらこういう風になってるこういう風になってるこういう風になってるっていう風にこうやっていくわけするとねまたね大きいところを見失ってくるちっちゃいことたくさんやってるとちっちゃいことずっとやってるとそればっかり気になっちゃって大きなところをなんかなんだろう森はこんなに広いのにそこに咲いてるこの花だけ大事に育ててる感じでもやっぱ森の中でその花がどう見えるかが大事でしょだからまた大きなところを見てみるすると大きな見方がちっちゃいことをやったことによって大きな捉え方もまた変わってくるでまたそれが終わったらちっちゃいところに出てくるもう本当にそれの繰り返しでイメージだったり、うん、こういう流れだとかこうあるべきだとかこういうバランスがいいだろうとかでしかも演奏会場が決まってたら作曲者が望んでるテンポでやったら音が飽和しちゃうなとか例えばテンポ160で書いてありましたじゃあ芸歴で160やるのと文化会館で106テンポ160でやるのは意味が違ってくる、うん、だからそのやっぱこう響きを大事にするからだから160って書いてあるけどエネルギーはそれぐらいあるかもしれないけどあそこのホールでやるんだったらひょっとしたら140ぐらい140から150いくつの間かなとかっていうふうなこともなんとなくイメージしながらこれはね、ではね、うん、その作曲家がその曲書いた時の人数と私たちが振る人数が違ったりするときとかテンポ感が変わるからねそうそうそう、うん、っていうことを常にだからリハとか本番が近くなるにつれより具体的なことをイメージするようになってくるし、遠ければ遠いほどまだなんか演奏会とか関係なく曲と僕の関係なんですよね、うん、相手とかじゃなくてこれが後世でやりますシエナでやります東京音大のクラスでやりますとか、うん、っていうことは全然まだ離れてるでも近づいてくるとやっぱりそれが情報として、うん、このホールだしなとか今回倍感だしなとかいろんなそういう
プラスアルファが入ってくるから、そういう風に楽譜をリハーサルまでにだんだん詰めて読んでいくかな。あとこれも絶対検討と同じことだけど、そのスコアと離れてる時にその作曲家がどういう風にこの曲を書いてたのか、どういう人生を歩んでいたのかとか、この曲を書いた瞬間のその誰と恋してたのか、どの風景を見てたのか、どういう体調だったのか、病気してたのかなっていうのは全部音楽に出てくるから、うん、作曲家にとって作品って電気のようなもんだから、やっぱり電気とか読んで、その日記とか読んだりとかして、この作曲がどういう心境でこの曲を書いてたのかっていうのはすごく影響する、うん、僕最近こだわってるのはさ、自分の年齢の時に書かれた時の作品を演奏 してる。なんか分かち合えるじゃん。37、38歳の時にこの作曲がこの同じ年の時に書いたんだなっていうのはさ、なんかちょっと近づきを、うん、確かに70歳の時に書いてる曲だとさ、でも甘いなと思うわけよ。まだ全然人生その境地が分からない。そのおおらかな人生経験をまだしてないから、その音楽をちゃんとフルに分かんないなって思う。だから我々多分モーツァルトはもう全部フルもう全部フルそう、そんな感じ。違うっていう違和感はあるけど、何が違うとか、どうやったらそれが改善されるかっていう、その言葉のボキャブラリーが難しいってことか。そういうの聞いたら得意そうじゃん。めちゃくちゃ得意。さっきさ、言葉を書くって僕言ったじゃない。だからその明確にこのキーポイントの場所に、こういう表現をしたい、こういう形をしたい、こういう音色が欲しい、こういう硬さが欲しいっていうのを書いとけばいいんだよ。そしたら、そのみんなが一緒にやってる時に違った時に、あ、ごめんなさい、そこはもうちょっとパスンでいきましょうとか、そこはもうちょっとアーティキュレーションをタにしましょうとか、ダにしましょうとか、そういう風に言えるっていうのはもうそこに書いてあるから助けになる。まずそれをいっぱいやっていくとともに、だんだん自然に書かなくてもなっていく。でも最初はもうその瞬間って、振ってる瞬間ってもうね、焦りとか何が起きてるか分かんないし、何を言えばいいのか分かんないっていうのがあるから、少しずつ少しでも自分を助けてあげた方がいいと、うん、それをやるのは別にズルじゃないもんね。ズルじゃない、うん、だって自分がやスコアっていうのは、そうそう、スコアっていうのは自分のためのメモなんだから、もうひたすらいっぱい書く。あとで僕のスコアとか見せてあげるけど、もう言葉だらけだから、うん、だからそれは助かるよやっぱり、うん、はい、なんだろうね、うん、いや、なんかどうぞ、うまくある。本もたくさん読んでくる。あ、ボキャブラリー加えてたね。あ、それはそうだ、うん、そうだね、うん、表現方法ってたくさんあってね、漫画でもいいと思うんですけど、うん、本とか漫画とかってたくさん言葉を使うじゃないですか。なので意外と自分の中にまずこういう表現方法が言葉としてあるんだっていう興味を持つで、なんかそれをこう蓄えていったら、いざピンチって時にパッて出たりするんですよ、意外と。だから音楽のことを音楽で解決するのはもちろんだけど、実は答えは意外と音楽じゃないところにあったりするわけで、うん、あ、テクニックで言われるのが一番ムカつくよね。そう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 、奏者としてね、うん、自分が奏者だったら指揮者に、いや、ここのところはこの指でやってくださいって言われるときに、そうだよね、はぁとかって思う。うん、いや別に私のやり方あるし、そう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 、いい音の出し方、何流とかね、そうそうそう、あるから、何かこう、あとは変にこう、変にじゃないけど、うまいこと言おうと思わなくてよくて、そう、なんか違うなって、うん、なんか違うな、だよな、もう一回させてもらってもいいですかっていうだけで、なんか違うんだなっていうことはみんなに伝わるわけ。そう、すると何かみんなは何が違うんだろうなってみんなは考えるわけ、うん、だから前に立つからこれを言わなきゃいけないけども、なんか違う、もう一回じゃあ A から B の間だけさ、やってもいいですかって言うと、みんなも何考えてなかったことを考えるようになるし、感じてなかったことを感じようっていう、なんだろう、扉が開くから、うん、なんか変にこう、その時思い浮かばないからどうしようどうしようじゃなくて、でも実は僕は結構リハーサルそういうの多いかな、なんか違うけど、僕もなんかこれをどうやって形容したらいいんだろうっていうのはよくあるオーケストラで、うん、でなんか変なこと言ってたりするもん。なんかもっとなんかそのふにゃふにゃって感じが欲しいんですよねとか、うん、自分で何言ってんだろうとか思うけど、でもそれ結果自分が求めてるものが出たら OK だから、
うまいこと言おうと思わない。そうね、うん、なんか正確に言うと逆にバチ当たるよね、うん、だからアバウトなイメージ、うん、あくまでも指揮者ってその作曲家が作ったもののイメージを演奏家たちに伝える人間だからイメージ像があるって。で、あとはなんか一番好きなところとかあったりしたらさ、そこをさリハーサルでさ、じゃあちょっとこのパッセージだけちょっともう少し希望がある感じで演奏してみてくださいって言ったら、希望のある感じってさ、まあ、とりあえずやってみるかでこの世の中にそうそうそう、いいですね。じゃあもうちょっとなんかちょっと弱い感じでもう死にそうな感じで演奏し、死にそうな感じかみたいなね、誰もね死んだことはない。そう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 するとやっぱりいろいろと色が変わるわけよ。だからそういうイメージな、おなんかオールラウンド的なアイデア的なことを言うと指揮者っていうのはすごく役立つんだよね、うん、演奏家たちのマインドが一つにまとまる、うん、それでいろんなバリエーションをやって、あ、自分はこういうことが好きなんだなっていうのが分かる。それはね、最初は恥ずかしいと思うよ、ちょっとそこら辺もうちょっと恋に落ちたように演奏してくださいっていう。でも、うん、音楽って恋の話がいっぱいあるからさ、そうそうそう、このハーモニーもうちょっと失恋らしくなんかビンタされた感じでいきましょうよっていうと、そうね、うん、ここでキスとかね、そうそうそう、それ結構あるね、うん、結構ある、あ、ここでキスできなかったとか、ね、そうその切なさをこの給付に入れてください、そうそうそう、みたいな、そうそうそう、わかりましたね、そう、結構ね、ベテランの人たちが多いところだと、ほら、あの頃思い出してなんか結構ね、失笑を買うんですよ、うん、でも、ケンタロウが言ったように、いろんなこと言葉を読む、いろんなやっぱり自分のボキャブラリーをそういう風に増やした方がやっぱ演奏家、芸術家としてのクオリティも高くなると思う、ね、表現力ってすごく大事だから、言葉をいっぱいね、うん、僕の下手な日本語でも通じるわけだからさ、委ねることだね、うん、だからイメージを、うん、